なんと今日は救世人だけじゃなくて僕たちと勝負してくれる地球人のみんなが来てくれます。やったー。じゃあ行くよ、せーの、地球人のみんな。突撃地球の研究室、ラブラボキュー、始まりちゃう。皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは九王国の救世人エイト特派員です。ナル特派員です。3人合わせてチーム Q。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何するかっていうとね、先週日高先生に色彩と多様性っていうテーマでいろんなことを教わったよね。うん。色がいろんな色あるのも面白いなって思ったんだけど、色の感じ方とかがさ、いろいろあるのも面白いなと思って、それをゲームにしてきたんだ。おお。すごいでしょう。どんなゲームかっていうと、色一致ゲームっていうの。何それ。色を一致させるゲーム。説明しよう。色一致ゲームとは、あるお題から連想する色をみんなで答えるゲームじゃ。その色がみんな一緒の色だったら OK。 例えば海といえば、せーの、青色とみんなで揃えば OK という具合じゃ。あとは実際にゲームを見てみたらわかると思うぞ。じゃあ行くよ、せーの、地球人のみんな。みんな、こんにちは。こんにちは。やった、これが噂の地球人のみんなだ。じゃあ早速みんな自己紹介してもらってもいいですか。スーパーファンタジージュニアのカイトです。スイです。アオイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紹介するわ、スーパーファンタジージュニア。地球のメンズアイドルユニットで6月のデビューに向けて歌やダンスの稽古を頑張っているんだって。そんなスーパーファンタジージュニアの3人と今日は色一致ゲームで対決するわよ。チームワークが良さそうだからゲームも強そうね。ワクワク。みんなも一緒に色一致ゲームやってみよう。いくよ、せーの、レッツゴー。じゃあ国王様、お願いできますか。良いかの、マイルドイ、色一致、色一致。太陽の色は、せーの、オレンジ。赤だった。惜しかったの。やってしまった。ソータくんとナルちゃんが一緒だったのに。ナルちゃん取り返して。オッケー。では参るぞ。色一致、色一致。髪の毛の色は、せーの、黒。黒。エイトが足を引っ張っておるようじゃの。ちょっとソータくん、ナイスなお題を頼む。では参るぞ。色一致、色一致。桜。せーの、ピンク。ピンク。おお、来たんじゃないこれ。やったー。揃ったぞい。救世人チームは1ポイントってことだね。じゃあ地球人チームの皆さん、どうぞ。みんな準備はいい？はい。じゃあ色一致ゲームを始めるわよ。色一致、色一致。星は？せーの、黄色。黄色。すごい、じゃあ次はスイくん。じゃあ行くよ、色一致、色一致。天国。せーの、白色。白。おお、すごいね。みんななんで白色だと思ったの。葵くんはなんで。なんか雲がいっぱいありそうだから。なるほど、雲か。雲の色だね、白。面白いね。じゃあ次は葵くんね。色一致、色一致。ドアの色は、せーの、茶色。わー、すごーい。イエーイ。
みんな全部一緒になったね。じゃあ地球人チームはこれで3ポイントだね。イエーイ。みんな普段から一緒にいるから同じ色が想像ついたのかな。はい、はい、ではお戻しします。いやーどうだった、なるちゃん、そうたくん、地球人チームちょっと強すぎないか。どうしよう、負けちゃう。どうしようね。僕の責任をとても感じております。うん、そうじゃの。でも次は最終決戦だから、すごい正解を叩き出したら国王様と王女様がすごい点数をつけてくださるそうです。僕たちにもまだ逆転のチャンスがある。期待しておるぞ。では参るぞ。色一、色一。カバンの色は、せーの、黒色。黒色。うわぁ、やっちゃった。よし、なるちゃんが満点を出してくれるんだね。では、参るぞ。色一、色一。リボンの色は、せーの、赤。うわぁ、またやったよ。ちょっと、ソータ選手、頼みます。参るぞ、色一、色一。地球、せーの、青色。やったー。どうですか、国王様、地球青色。あー、でもガガリンの言葉もあったゆえに、そう難しいお題でもないの。あーでもいいとこ500点じゃの。やったー、500点ゲットということは僕たちは501点ですね。よし、今のところ勝ってるぞ。うわー、まあ、どうぞ。地球人のみんな準備はいい？はーい。はーい。じゃあカイトくんからで大丈夫？はい。色一、色一。ハリケーンは、せーの、灰色。灰色。灰色。あおいくん、ハリケーンって何かわかる？わかります。私もわからない。カイトくん、ハリケーンって何？なんか風がぐるぐるすごくなってる。へえ、それは灰色してるの？砂とかが混ざって灰色みたいになるんです。そうなんだ。結構難しい問題だったね。ありがとう。じゃあ次行ってみようか。せいくんお願いします。色一、色一。鼻の色は？せーの、ピンク色。ああ。ああ。よかった。お花っていろんな色があるから綺麗だもんね。じゃあ葵くんお願いします。色一、色一。車の色は？せーの、車。あ、え？シェイ君なんて言ったの？ちょっと間違えた。今シェイ君なんて言ったの？車って間違えた。車って言っちゃった。間違えちゃうよね、そういうこともあるある。もう一回やりたいです。いいよ、もちろん。じゃあもう一回やろう。じゃあ葵君もう一つ考えてくれる？はい。色一、色一。靴の色は？せーの、白色。黒色。みんな違う色だ。あー、でもね、私の中では天国がすごく衝撃的だったの。天国って何色なんだろうってあんまり考えたことなかったから、だから天国に500点あげたいな。やった。惜しい。友人は見事じゃったの。いい戦いだったわね。うん、いい勝負じゃ、見事じゃ。いやー、でもさ、なるちゃん、そうたくん、僕らの地球は青色って言って500点もらったのはちょっと無理があったよね。実を言えば、葵くんはどうだった？今日やってみて。3人で3回も揃って楽しかったです。せいくんはどうだった？3人で同じ色を当てるのがとても難しいと感じました。カイトくんは？天国ってみんな行ったことないのに、見たこともないのに、
揃えてすごいなって思いました。いや色って面白いね。負けて悔しかったけど、なんか色一ゲーム楽しかったね。よかったら番組見てるみんなも色一ゲーム、お友達だったりとか家族でだったりとか、いろんな人と楽しんでみてください。国王様と王女様も一緒に遊んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったぞ。ありがとうございました。地球人のみんなもありがとね。ありがとう。本当にありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー面白かったね。いろいち楽しかった。楽しかった。楽しかったけど悔しかった。あ、そういえば、うん、天国って目に見えないものなのに、うん、色の捉え方があってとっても面白かったね。天国ね。なるちゃん、そうたくんと僕で天国の色って合うのかな。おお、ちょっとやってみる。じゃあせーのでいこうか。え、せーの、黄色の黄色。透明、うん、なんでやった。透明は天国って無の世界みたいな。で、無って色で言ったら透明なのかな。色がついてたら無じゃない感じがしたから。わー、うん、なるちゃんは黄色っていうのは天使の輪っかとか天使の輪っかって黄色してるもんね。そうそう、とかなんかキラキラしてイメージがあったから黄色かなって思った。そうたくんも近かったけど、なんだっけ、薄めの黄色。そう、なんか天国って、うん、なんか神殿みたいなのが立ってて、うんうんうん、神殿のなんか柱とかの色、なんか薄めの黄色かなと思った。面白いね。なんか色一ゲームも面白いけど、なんか違うのも面白いよね。あ、うん、そうだ、ん、今日は色を一致させたけど、今度は自分だけの色の作品を作って発表会みたいなのをしてみたいと思います。いいね。いいよね、それ良さそうじゃない。うん、よし、じゃあ決定。自分だけの色をテーマにして、絵とかでもいいし、写真に撮ってきてもいいし、なんか作ってみるとか。あ、作ってみるもいいよね。なんか切ったりとかね、重ね合わせたりとかしてね。でも楽しそうだね。うん、楽しそう。ということで、来週は自分だけの色をテーマにした作品を作って発表の試合っ子をします。それじゃあ今日も皆さん見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ソータ選手、締めてください。来週も見てくれ。見てくれ。じゃあねー。バイバーイ。はい。地球のみんな、見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。